はい、こんな感じで、車での撮影が初めてで、ね、カメラの置き場所に、散々苦労しました。今日は友達とドライブです。これは友達が運転用にサングラスをかけてたのがすごい面白かったですね。ちなみに彼は僕の動画の撮影を結構手伝ってくれてるんですけど、なぜか未だにチャンネル登録してくれません。だいたいこんな感じでなんとなく旅が始まってきました。こんな感じで動画のために協力的に喋ってはくれるけど、未だにチャンネル登録はしてくれません。この友達とは10年以上の付き合いになるので、もはや空気みたいな感じなんですけど、本当だったらこうやって話振って運転手を退屈させないべきなんですけど、それが許される関係なんで楽ですね。びっくりするぐらい無言でこの二人の仲を疑いますね。はい、やっと目的地箱根に到着しましたね。すごいいい景観ですね。可愛いバスが、こんな感じで可愛いバスもいましたね。おー、すげー、箱根湯本って書いてある。すごくはないやろ。当たり前か。動画用に喋ってくれた。動画用に喋ってるわけじゃない。ただ俺、あの脊髄で喋っておかせ、脊髄で喋ってる。思ったことを全部口にしちゃう。なんか本当にくだんないなって見返しながら思うんですけど、昔から友達の会話って脳みそ使ってないなって気がしますね。見たことある？この辺はな。日本のいいところ全部ギュッと詰まってる感じがある。とかそれっぽいこと言っておけばいいやって多分、この時は思ってたんでしょうね。電車かわいいな。2両。箱根有料。これグイって登んの？いける？やば。大丈夫？ちょっと卑怯感が出てまいります。溢れてますね。イニシャル D かな？イニシャル D かな。ユイーンってな。大事やからな。ああ、来たね。いいっすね。いいっすね。いいっすね。サヌキうどんあった。
きます。うまっ。この旅の帰りは車でずっと喋ってたんですけど、話に夢中でちょっと撮るの忘れてましたすいませんなのでこの隣の会話をチラチラ聞きながらご飯を楽しむ映像がエンディングです。ご視聴ありがとうございました